マウンド上の鈴木隆正。この鈴木隆正投手はその年に生まれた人たち、例えば田尾も昭和29年です、だから森重和も昭和29年です。そういう人たちが1-2からの4球目、これは速い。やっぱりというのはね、はい、非常に大事になってきましたね。そうですね、ここで1点でも追加されるようなことになりますとね、なんか上昇ムードは。3回は川村さん、とにかく西武の攻撃で長い長い攻撃になりましたですがね、はい、そうですね、ここはもうドラゴンズとしては短い、西武よくはないんですが、はい、3点取ったことによってやはり面白くなってきましたね。そうですね、の体制がね、あんまり整ってない時にはね、はい、もうそのままどん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 行っちゃった方がいいと思うんですよね。ああ、そうですか。これは平凡です。バッターボックスはスティーブです。左目下がバックスクリーンの右側、深いところで金川取る、ベースカバーにはピッチャーが入る、アウトがバッターボックスに入っております。西本さんが何遍もおっしゃってますが、2回に田淵がヒットを打っておりますが、これが何かこうムードをカラッと変えたような感じありますね。まだまだそのスイスイ取ったと思いますよ、はい、まあ、名古屋球場も久しぶりですからね、はい、田淵は三振です。もう鈴木はあの川村さんよく言うんですが、はい、もう今現在の肘の状態では、からも呼吸の強いというような、はい、顔をしてますが、思いっきりがいいですよね。思いっきりですがね、はい、この黒田を起用する場面が非常に多いですね。そうですね、まあ、昨日も聞きましたらね、はい、そういう評価をしとるんですよね。なるほどね。もかなし、さてここまた守備が一つ問題だ。これはアウト。ピッチャーの鈴木に向かって喋、っておりましたが、なんとか追加点の欲しいところであります。三塁ゴロだ。目下です。セカンドへフォースアウト、一塁へ。これはセーフ。現在3点差です。4回1回はちょっと落ち着いています。ご覧の通り暗い部分を通ってランナー走った。どうだ。中尾の盗塁阻止率は4割2分9厘。お伝えをいたしました。現在その西武ライオンズは6対3で3点のリードであります。レフト線ですが、おっしゃ、あー落とした。ワンツーです。あのさっきのダイビングキャッチね、はい、から一塁の守備、これなどは本当にドラゴンズ、まあ、広岡管理野球などと言われておりますが、これもセカンドの深いところだ。上川一塁へ。これは好守備。